2021年3月24日水曜日午後5時の生放送です。お、ちょうどなります。皆さんこんにちは。こんにちは、こんにちは。世界の国からね、これですね、 iPad mini から放送してるんです。それでね、これ iPad を私持ってなかったら、あの、やってなかったかもしれないっていうのが、その iPad に、あの、 Facebook っていう Facebook をやるためのアプリがね入ってまして、でそれでこの Facebook ライブっていうのをね、スイッチポーンの一つでやればできるので、やったらね、今ご覧いただいてるように、私結構ね、これ画像も綺麗だし、音もね良好だと思ってるんですね。実は私、そのパソコンに外付けするそのカメラ&マイクを持ってまして、それをねパソコンにつないでやったらね、パソコンの性能決してその悪いわけじゃないんですよ。だけどもっと画面がねカクカクっとした感じになって、その影のつけ方なんかもね、こう同じ被写体やったら同じ光の当て方をしてるのに、あの影の出来方なんかがね、あんまりにもこの濃いところと薄いところのあれが差がつきすぎてね、あの綺麗じゃないわけよ。ところがそのiPad から Facebook っていうアプリでねやったらね、思いのほか綺麗にできたって、こうそりゃいいなっていうのでずっとやってたからね、こう向上心がちょっとないっていうのもね良くないかもしれないね。で昨日一昨日はそのコロナに去年の8月ぐらいに、関東方面の小山先生ってね、牧師がかかっちゃってたけど入院して、まあ治ったね、癒された、そのことをクリスチャン新聞と船の右側が報道してた。でそのことのまあ意味深さですね、その小山先生がそのことからどういうね神様の御心ということをね汲み取ってだかということを、まあ両氏とも活字にねとどめてくれて、これは日本の教会にとって非常に大切なね、一つの神様の、まあ、導きっていうかね、聞くべき言葉だなっていうふうに私は思いました。それを皆さんに、まあ、ご紹介させていただいたということですね。で今日ね、何をしようかなってね、実はね、さっき台所にね、台所ってこっちなんですよ。お湯を沸かしてね、コーヒー入れて飲もうかなと思ってね。で、その時にふっとね、柱時計を見たらですね、あれ？もう4時57分だぐらいのね、ギリギリのとこだったんですよね。30分ぐらい前は今日生放送と思ってたんですけど、それをまたひゅーっとこう忘れてまして、でこうコーヒーを入れに向こうに行って時計を見たら思い出したっていうね。それで慌ててこう iPad の方にね、もちろんね、お湯沸かしかけなのはね、放送してる途中にね、放送はしてるわ、向こうで、あ、お湯が沸いた、止めに行こうって言うともね、部長法ですから、お湯も今ね、止めてる状態なわけですよね。お湯も止めて、この生放送を実施している、そういうね、生放送です。もう何度も何度もしつこく言いますけど、このね、生であることに意義がある。ビールじゃないですけども、だから、そのもう、生であるっていうことでね、このイベントのね、もう3分の2ぐらいのね価値がね詰まってるわけで、
ですから今この瞬間ですね、ご自分のお手持ちの時計とこの後ろに映っております時計を見比べて、ふふーん、同じ時間であるなって思った方はね、生放送を見ているということでね、超ラッキーですよ。ね、もうラッキーの塊をね、ガリガリとね、かじってるほどね、かじってるようにラッキーだということですね。まあそういう冗談はさておいて、でアダム書房がね、最近この標語をね、作ってね、標榜しようかっていうのはね、パブリッシュマイセルフ、パブリッシュマイセルフ、パブリッシュって言うたらね、何かというとパブリッシング、編集とか出版ですよね。でね、そのまあある方の言葉をパクってるわけでね、それはそのスティーブ・ジョブズですよね。iPad のこと非常に褒めましたけども、 iPad だとかね、 Apple を作ったかのこうスティーブ・ジョブズの言葉に、このブロードキャスト・マイセルフという言葉がねあるわけですね。でブロードキャスト・マイセルフっていうのは何かというと、ブロードキャスティングっていうのはまあ放送っていうことですよね。うん、ですからそのマイセルフを、自分自身を放送せよっていうことね。だからこういうこのまあその Facebook ライブとかね、今流行ってるのはなんだっけ、クラブハウス、あれね気にはなるんだけどね、やりだしたらなんかね時間取られそうな感じでね、なんかこうクラブハウスこう流行らそう、流行ってて、私どうもね、流行ってるものは気になりつつ引いちゃうっていう、すごくね悪い癖があるみたいでね、だからその流行ってるのにまあ乗ってみようかってねやった、この珍しい例がこれだったわけだ。この例が何だったかというと、これはね流行りに乗ったわけですよ。朝が来た広岡朝子と牧子とボーリズね、すなわち NHK の朝のね連続ドラマ、小説ドラマまあとにかく朝ね、まあお茶の間でやるやつね、それの主人公、ヒロインね、広岡朝のモデルが広岡朝子で、実はまあクリスチャンに晩年ね、まあ実業家で、日本女子大学なんかもね、それが本業だったんじゃないんだけど、日本女子大学を作った村瀬だったかな、直瀬だったかなんか、そんな感じの名前の当時牧師さんにすごい共鳴して、もう財政面はわしに任せんしゃいっちゅうてね任せんしゃいって、まあ京都の人だからね、任しお任しなはれちょっと京都の言葉と違うかな。そのちょっと待ってよ、そうなのかな、その大阪の広岡家にね嫁いでね、でそのあれですよ、その大名貸しね、大名にお金をお貸しするとね、大名を貸すんじゃないですよ。それもねいいかもしれませんね。いっぺんこの脱線しましたけどね、もういっぺん言うと、あなたは今日一日ね、このね三浦藩の殿様ですで家来とかね、そういうのを全部お貸しします。で志村けんのねバカ殿みたいにね顔白く塗ったりしてそんなことはない。で友達が遊びに来てねあっちょぼっとかっちょってね、でバカなことして遊ぶとかね、そういうのがやりたい放題で、大名貸しと面白くないねもうね勢いだけでこの放送ねやってますからね。まあ大名貸しって大名に、貸してですね、それでその利子をね取ってですね、
ところがその明治のね、ご一新ですよ。明治維新っていうことになってね、廃藩置県ですよ。藩そのものがなくなっちまうっていうことだから、まあ、借りた方の理屈として、俺んとこなくなるんだから返す必要ねんじゃね?ちゅうてね。恋逃げじゃなくて、借り逃げっていうことになっては大変だから、いろんなところにね、返してくれちゅうてね、談判に行った。だから、廃藩置県までに行ったんでしょうね。そういう情報が流れてきて。それで、その、広岡麻子さんが、そのね、旦那さんがね、ドラマではね、このやった役をやったのがね、いい男ですよ。誰だっけ、男優さん、玉木宏がね、すごい理解のある旦那さんで、それでその、まあ実際も割とね、男前だったみたいだよね。で、すごい、こう、広岡麻子のことを、まあ、頼りにしてですね、麻子の方が、大名の宇和島藩とかね、行ったって書いてましたね。ところが、向こうもね、敵も去るもの、引っかくものでね、返したくないから、だけど、面と向かってね、返しませんとかね、言えませんから、嫌がらせをして帰らせちゃおう。でね、野郎ばっかりがゴロゴロいる部屋にね、この女性の広岡麻子を通してですね、その無言の圧力をね、じゃーっとこうかけるわけだね。もう嫌になって飛んで帰るだろうと思ったらね、頑張って2日か3日いてね、結局その、返してもらうべき金子をきっちりと手にして帰ってくるっていうね、まあなかなかのね、根性ビジネスパーソンであったわけですね。ちょっと待って、ちょっとね、脱線しすぎたね。そう、今ね、びっくりもんの話だったんですね。で、この話が唯一、私、流行に乗りまして、じゃあ、広岡麻子ね。ちょうどその、ボーリズのことをね、研究してね、クリスチャン新聞13回の連載の準備をしてた期間なのかな、もう連載が済んだ後だったのか前だったのか、それもあるんで、で、実は広岡麻子とボーリズとね、牧子っていうのは姻戚関係を結んでるという浅からぬ因縁。しかもね、牧子とボーリズっていうこの世紀の国際結婚をね、仲立ちしたのはね、麻子さんですよ。みんな反対したんだから。ね、そんな家頭との結婚、しかも平民と、こちらはね、家族ですよ。家族ってのはファミリーじゃなくてね、公子爵団のね、公爵だったかな。その一つ柳家っていうのはね、小野藩のね、ラストエンペラーじゃなくてラスト殿様ですよね。こんな平民のね、家頭のところにね、大事な娘をやれるかちゅうてね。ところが広岡麻子がこのお兄さんをね、婿養子に取ってたから、隕石人になってるわけでね。で、そのお兄さんのうちにこのマーキー公がこの家庭教師、あ、でもそもそもの出会いがね、ボリスの出会いがそこだったんだ。そうなんだね。それで、その実はボーリズさんとね、ボーリズさんにプロポーズされまして、私もぜひしたいんだけどみんな反対するんでございますって、麻子がね、私に任せんしゃいってね、任せんしゃい、いや京都弁でなんていうのかな、お任せなはなしゃしゃれちゃうな、もうどんと私に任せときなさいっていうことで、まあ、なかなか仲立ちをしてくれて、で、麻子は非常にそのことを高く評価してね、もうこれは私の知る限りね、もうベストのカップルであるね、もう神の御心であると私は信じるって、もうドンとね。ところが、そのこの本の最後の方にね、その辺のこの牧子とボーリズのロマンスもね、書いてるんですよ。ですからね、ゴスペルライトストアを今すぐ見に行ってね、
買わないとね。それからね、そのマキコ、アサコは実はね結婚式にね出ることができなかったんだけど、なんていうね、そういうね、まあ今更ながらね、アサキターじゃないですけども、あ、知らなかった、知りたいっていうね、好奇心の虫がうずうずっとした人はね、たったのね330円プラス税ですよ。信じられますか、この情報量。だから私の知り合いのね、もう非常にそのなんていうか人生経験の豊かな方はね、出版なんかもね、この本を見てね1000円ぐらいはするわねとかって言ってた。内容的な、内容の濃さではね、せめて500円だよね言うんだったらもっと早く言ってよっていう気はするけどね。でも私はね、できるだけ安く作ってみたいなっていう野望があってね、一番最初作るのに100円にしようそれでね、まあその素人の愚かさですよ。まあ、編集はね、いろいろその定期出版物の編集してきたから素人じゃないんだけど、まあ出版事業っていうことに関してはね、素人だよね。素人の浅はかさでね、安くしたら飛ぶように売れるだろうまあそういう浅はかなビジネスモデルをね、考えついてね、100円でできねえだろうかってだいぶね模索したんですけどね、さすがに100円じゃ無理だよね。昔ね、円本っていうのがねあったようでね、1円、1円って言ったってね、貨幣価値が貨幣じゃないよね、まあ、貨幣か、貨幣の貨の方ですね、兵は札だけどね、違いますけども、1円でね、とかなんかね、菓子本屋っていうのは昔はあったんだよね。お菓子でできた、今ね、何してたかというとね、腕時計どこ行ったかなって、カバンにね、入れてたのね。ってのと、時計がね、あ、今、パソコンのね、時計見ました。横に時計がついてるんですけどね。今、電池がちょうどなくなってね、狂ってるんですよね。あ、後ろ見ればいいのか。志村、後ろまでなんですけどね。そうだよ。時間かかる。小さいんですよね、時計がちょっとね。もっと見えやすい時計を見たいと思ってね。腕時計をこう探しにこう横向いてたんでね。で、ちょっと待って。あ、そう、一番大事なことをね。で、その最新のびっくりもちょっとだけ見せましょう。これ。これはですね、まだね、ご本人とかエージェントのね、ご了承をね、受けてないんですよ。皆さんにこうやって私の生放送の中でね、この本が出ましたってご紹介していいでしょうかっていう了承を取ってないのでね。っていうのがね、値札とかもね、第一版つけないで、お世話になった方にね、大事に手渡しで渡して、行きたい、そのために作りたいっていうのでね、限定200冊とかね、300冊だけ作ったというね。で、クオリティとしてはもちろんこれまで出たね、老教牧師の滴る恵みとかね、ここに泉は湧くとね、同じような素晴らしいクオリティで、似顔絵もね、チラッとしか見せられませんけど、チラッ、ちょっと待ってよ、チラッとすごいね、素晴らしい似顔絵でね、その書かれたその本をね、自分で原稿を書いたご本人がね、その似顔絵をね、金門桃源先生が書いてくださった似顔絵をしげしげと見てね、目が素晴らしいっていうわけよ。本当に生き生きとしたね、何かを語りかけるようになる。でね、どういったかというとね、本当に素晴らしいですね、この描かれている人物のようにならなければ、自分はならなければならないのだなというふうに思わされました。私ね、この答えはね、もう本当に気に入った。もう素晴らしいその方のね、人生に対する展望っていうか、ビジョンっていうかね、考え方じゃないですか。
この絵に描かれている人物のように自分はならなければならないんだということを思わされました。で、これはもう最高のね、キム先生の絵に対するレスペクトでもあるわけですよね。そういうことをね、ですからキム先生に似顔絵をね描いていただけてね、で非常に私この方の原稿をね、まあ、非常にもともといい原稿であったんですが、さらにまあ世に出すためにね相当推敲してね、で何回も見てもらってっていう形でね、まあ、作り上げたわけですね。でもう一冊ね、人生は72歳で始まるってねこれもまたね、まあ、まだ仮の題ですけど、多分そのいう題になると思います。すごいですね。人生は72歳で終わるじゃなくて始まるなんですよ。でそれもね、今すごい手をね入れてね、こういう直しをさせてもらったけどどうだろうかってねやってるところでね、やっぱりそのお渡しした時にあんまりその親しくない人とかね、うるさかったあの人とかね、そういう人が読んでやっぱりクオリティが出てるなっていうのでないとね、だからこれの似顔絵なんかも素晴らしいでしょ。そのなんていうかな、でこれもねよくね、連れ合いのお父さんね許可してくれたと思うわ。お父さん英断ですよね。自分のね葬式の時出したってねしょうがないんであってね、自分が生きてる間にすごい元気な間に出してね、それをこう人に配りまくって伝道しようってね、あっぱれなね牧師根性ですよ。大したもんですよ、ね、お父さんすごいね今喜んでね、これ僕の本だけどね一冊あげるわって言ってねあげてるわけでね、そったらね、あーなんかそっくりじゃないですかとかね、あ今お年おいくつなんですねとかね、話がね盛り上がるじゃないのね、コミュニケーションツールですよね。誰だって名刺っていうのね印刷屋に出して作るけど、それのね何百倍何千倍も価値のあるやつをね値段にしてね、だってこんなのコピーしてねするとかね、プリンターで刷ったってインク代とか紙代とかねどうせいるんだね、それだったらね、なんかもうコピー用紙にねせっせこうプリントアウトしてって自分の貴重な時間ですよ。ほらプロに任せてね、素晴らしいね、こういうのにしてね、なんかもうこういうもう本の体裁ですよ。うわつくつこれね切ってね94円でね、便箋2枚ぐらいね手紙をつけてね、どうぞお読みくださいってスッと送れちゃうわけ。スマートじゃないですかねそういうことでね、アダム書房の宣伝をしながら、それではねお聞きになってるあなたに、まあ、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送はこれにて、終了させていただきます。明日明後日はボーリスデー木金ということになります。でお聞きいただいて誠にありがとうございました。明日もよろしく失礼いたします。花火がバン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 、いろんな花火がね